はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ来たね。今回もやっていきます。14日目。はい、そしたらね、ガチャ回していきましょう。ラストチャンスがね、またいつもの通り来てますね。ただね、まあ、いつものガチャスタンプありなんだけど、なぜかね、暴走シリーズ4体復刻ということで、なんだよこんなの邪魔者いらねえよっていう感じがするんだけど、10連回して得点ゲットはいつものやつで、5回目でね SSS 以上確定。鉄壁のお守りって何なんだろうな。あと腕輪もよく分かんないね。で、倍もらえる Y もらえるので、十分ね元取れるので、3カードねガシャ回せればと思ってます。16日までねやってます。で、ヌラリに邪魔されて確率は、あ、まあでもヌラリが 1.3%、 Z が増えたのか。そうか、じゃあ SSS 以上が 6.2 だからまあまあなのかな。なんか10連したら、20連したら SSS は確定で出そうな感じの以上確率だね。なんかバステドたちがなんか手に余るとか、幻突委員長とか、なんかぶっちゃけいらねえやつに鳴らされてしまったぜ。あれ、幻突委員長マシだったんだっけな。はい、じゃあまあちょっと10連ずつ回していきましょう。一応ね、最後に言おうかな。でもいいか、今言っちゃうか。お知らせでね、もうメンテがついちゃってて、3ジャンまでね、データ更新あるようですね。で、もうアイコンがね、妖怪学園 Y に変わっているので、妖怪学園ものだなっていう感じですね。どうなんだろうね、アニメまた抜いちゃうパターンかな。この前のあのなんだっけ、またミッチーじゃないけどね、妖怪学園、まあワイワイ学園やってるんであれなんだけど、そうね、なので次回はどうなんだろうな。次回予告で今日放送であのドーベルマンみたいなやつ、宇宙人の方が出てきて、あとオープニングにねエレナちゃん出てきたので、エレナちゃんなのか、あとマゼランじゃなくてマゼラだっけ、もうなんか妖怪メダルがね、もう出てるんだけど、好評というかね、その辺、まあ、コマカーちゃんが先週出たから、コマカーちゃんの音量、あのコマくんの、ド迫力おばちゃんになるのかもしれないですけどね。なんとなくおはじきとかじゃなさそうですよね。まあ、どうなるか分かんないですけど、またなんか、学園もんだから集会の玉壊しに、なるんじゃないのかななんて思いますかね。はい、どうなんでしょう。まあまあ、もうすぐこのリリースが終わったら分かるのかなって感じかな。はい、というわけでサボりにサボりまくってた、あんまり好きではない武道会なんだけど、一応サゴ城がねゲットできたので、一応ちらっとだけねお見せしましょう。はい、それではね、横取りチャンスタイム来てるんで、サゴ城ねやっていきましょう。なんかひどいバランスだけどね。普通にニョロロンのとこだからポカポカでいいのかな。 ZZ より Z がいいな。ここにしよう。まあポカポカがいるとは思えないけど、プリポカがいるかな。まあまあだな。勇まし混ぜんなや。まあなるべくね。OK。ふう。やっとサゴ城終わった。一回失敗しちゃったな。押し流してやるよ。ということで、あ、でも SSS なんだな。サゴ城と友達になった。まあこんな感じでした。2回横取りしました。さあ、ラストはね、支援になります。なるほど。今回どうなんだろう、簡単なのかな。はい、という感じでサゴ城ね、ゲットでした。まあかなり偏ってるけどね、最後横取り間違えてね失敗しちゃったね。 3枚も使ってしまった。
どうなんだろう、本番は結構量があるし、このイベント取られないのかな、どうなんだろう、よくわかんないけどね。一応今チケットまだね交換してないんだよね。ここで8枚だから10枚、あとミッションで1枚あるから11枚でねいけるんだけど、11枚じゃちょっとな、厳しいよな。ということでバステットとかねガシャで出てくれたら嬉しいかなと思います。まだ3回しかね成功してないかな。4枚も使っちゃったな。うん、これで1枚ゲットできるね、ボーナス玉チャレンジでね。うん、だから12枚、最低12枚で本番望む予定です。まだねつくよみゲットしたいんだよな。もう完全にサボってるね。ちなみに何連勝したんだっけ、ごめん、あ68回か。これででもさ68回も優勝して9万円なんだから、プニプニってすごいよねユーザーがね。はい、じゃあ行きましょう。いやしかしあれだな、妖怪学園 Y、 まあちょっと一周ねコロナの影響で遅れちゃったってのもあるんだけど、学園 Y 来るかって感じで。妖怪三国志はね多分今月末ぐらいにクロックレディようやく来るって感じ。なんでプニプニはやっぱ早いねちゃんとね。妖怪三国志はでもね今ねドラゴンナイトレジェンドチャップがゲットできるからね、かなり面白いイベントになってます。はい、じゃあ行きましょう。行け。なんかこの箇所赤ばっかりだったけど、やっぱり赤ばっかりか。ちょっと暴走閻魔とか入っ、暴走ぬらりもね横取りだったっけ、あれもサボったんだね。やっぱ横取りイベントってですねゲットできるか分かんないから、あ SS 出てたな。なんかサボりがちになるんだよな。なんかやった分だけ計算立たないとあんまり好きじゃない。さあ金いきましょう、ラスト。うりゃあーくそー。はい、というわけであれやなんだよな、反撃待ちで倒すのやなんだよな。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。アマテラスゲットしたかったな。うん、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントでね、かもうサボりきってるね。まだ1回も優勝してない。これはでもスキルの秘伝書までゲットしたいなと思います。まあだから正直回さなくてもいいかと思ってたけど、まあ倍もらえる Y がもらえるから、まあ、回してもいいかなと思ってます。ただ次のイベントはねもう Y ポイント配布がないのでちょっと一気に困っちゃうな。おはじきとかね気まぐれゲートだと Y ポイント稼ぎやすくて、あ争奪戦だったらいいな次がな。はい、じゃあ行きましょう。まあ倍もらえる Y あったらね一応この10連分ぐらいはねおはじきとかだったら軽く、あもう今回本当赤ばっかりだったな、軽く取り返せるんだけど、本当に今回はガシャなんかいつもなんか適当に出るんだけどね、ガシャイベントに参加してたら。今回はなんか本当に赤ばっかりでした。まあ今回はお休みで、まあ、気まぐれゲートとかねおはじきのためにサブアカとかはねこれで必殺の秘伝書とか貯められるので、まあよしとしましょうか。倍もらえる Y ゲット。はい、じゃあ3番目いきましょう。はい、これ3番目のアカウントでね、あそうだニャンボも多分来月来るよね、来月じゃねえや今月どっかで来るよねサマーニャンボね。この3番目のアカウントはよく見たら Y ポイントが足りてなかったですね。4500ないのでちょっと諦めようかなと思います。優勝回数5回ですね。5回で56万円か、すげえなプニプニ人口。というわけでこのアカウントはなしかな。くくり姫があるんだけど全然ねつくよみは倒せないかなっていう感じで、まあその分ね必殺の秘伝書とかスキルをね横取り屋でやって少し稼ぎて、まあ終わりかなっていう感じかな。ミッション報酬もうんこの辺少しずつ、まあ簡単なミッションしかないんでね、まあ今回はサブ形はこんな感じかな。はい、というわけでした。当たりが全然だったね。はい、そういうわけでね、メイヤカの方はつくよみをまあ何つうんだろうな、反撃なしで倒すのを頑張りつつ、
と言っても倒してないんだけどね。支援のね、ゲットを目指して、そんでまああと3日あるんでね、イベント終われればなと思います。次のイベントはどうなんだろうな、今日のアニメ次第でもあると思うんだけど、ドーベルマンみたいなやつで、まあおはじきはないと思うんだよな。あとあのね、オープニング出てきた、なんだっけ、女の子と、あとはあのマタロウくんの変身したやつ、あの緑のやつ、あとそうだね、ミストシャドウもなんかタイプ2みたいな感じに、タイプ2じゃないんだけど G みたいな感じで変わったので、ミストシャドウもねあれだし、うん、あとはコマカーちゃんとか、あとはどうなんだよ、でもそこまでいかないな、あの白いベニバルみたいなやつと、あとミケランジェロじゃなくてミケッティオだっけ、うん、とか、うん、その辺も今後来ると思うんで、妖怪学園はね、ね、あのゲームだ、ゲームもあれだろうな、アニメであのどんどん分かってきたら情報が公開されていくっていう感じになるんだろうなっていう感じしますよね、妖怪学園もね、うん、だからアニメが最終回になる頃にはゲームも最終回にできるみたいな、そんな感じのねゲームになるんじゃないかなと思います。まあ私もちょっと土日になったら始めたいかなと思っております。はい、次のイベントね、3時過ぎになったら分かんのかな、分かってくるのかな、はい、楽しみにしたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、今回どうなんだろうな、横取り簡単なのかな、あと3日でなんとか攻略したいと思います。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。